なるよ。なんだよここは。町ごと空に浮いてるのか。古の昔、生き物たちは大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、我ら神の民も大樹のしもべとして平和に暮らしていました。ですがある日、闇が空を覆い、遥か天高くより災厄が飛来しました。その災厄の名は、ニズゼルファ。地上に現れた黒い太陽、あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。ニズゼルファとは、かつて地上を地獄に落とした最悪なる邪神の名。ケトスを操りし勇者よ、事態は一刻を争います。さあ長老様のもとへお越しください。預言者の言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。とにかく長老に会ってみるとしよう。Thank you.
けるか、お金を。まあ、ゴールドほどわず。こうなったら反応返すなんだ。ほら、つけた。あれは全部来てんだけどな。あ、そうなんだ。ドラマ。なんで頑張るの？
こちらが我らが長老イゴルタプ様です。長老様は神話の時代から生きている方だよ。普段は深い眠りについておられるからめったに目を覚まさないんだ。勇者を前にすればイゴルタプ様も目覚めると思いましたが仕方ありません。この里に伝わる神話について私の方からお話ししましょう。こちらの壁画をご覧ください。いにしえの昔、邪悪の神ニズゼルファは命の大樹に眠る大いなる力を狙いこのロトゼタシアに現れました。邪神は大勢の魔物を引き連れ邪悪な正気で地上を汚したのです。世界は滅びの時を迎えようとしました。しかし万物の創造主たる命の大樹はこのことを予見し一人の救世主を地上に遣わしていたのです。その者の名は老主、あなたの祖先、伝説の勇者です。老主はケトスの背に乗って大空を舞い広大なロトゼタシアの大地をめぐって共に戦う仲間を集めました。そして戦士ネルセン、賢者セニカ、魔法使いウラノスという頼もしき3人が勇者のもとに集ったのです。4人は力を合わせ勇者の剣を作り邪神討伐へと向かいました。長き戦いの末ついに邪神を倒し平和をもたらしたのです。その話が本当ならば倒したはずの邪神がなぜ今になって復活したんじゃ。残念ながらそれは私にも分かりません。ですが勇者が生まれた意味は分かります。あなたと邪神は表裏一体、邪神を倒すためあなたが生まれたのでしょう。しかし一体どう立ち向かえばよいのか。苗木じゃよ。おお、長老様がお目覚めだ。みんな静かにするんだ。長老様がお話になるぞ。大樹様の苗木を頼り、苗木が全てを知っておる。大樹様の苗木？そうか、そういうことか。あなたにお渡ししたいものがあります。入り口にある太陽の神殿に来てください。
最後の鍵。最後の鍵結構最後の見つかんじゃん。何つかしてる。どうあちらの苗木は遥か古の時代からこの地を見守ってきた聖なる苗木。その中には当時の記憶が眠っていると言われます。残念ながらここにある聖なる苗木からは邪神ニズズルファを倒す手がかりを得ることはできないようです。しかし地上にある3本の聖なる苗木の記憶を読み解けば邪神討伐の手がかりが得られるやもしれません。それではそちらの台座にある聖なる種火に手をかざしてください。これはあざが反応している。だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。聖なる種火はロトゼタシアの創造主である聖竜様より受け継いだもの。その光は勇者の力を呼び覚ますと言われています。その聖なる炎はあなたがニズゼルファを倒す旅を続ける上できっと役に立ってくれるでしょう。長老様、ここでいいんですか？長老様、わしもその者らの眠れる力を呼び覚ましてやろうと思っての。
まさか長老様がこんなところまで足をお運びになるとは。この者らの目には希望の光が宿っておる。光を絶やしてはならぬ。大樹の葉より生まれ入れし子らに大いなる祝福を与えん。すげえ、力が湧いてくるみてえだ。勇者がいるから邪神が生まれるなどという誤った伝承がよからぬ因縁を生んだ。そなたがその長きにわたる因縁を断ち切るのじゃ。清流の加護があらんこと。長老様。久しぶりに起きたからきっと疲れちゃったんだね。起こさないように連れてってあげよう。うん、さあ地上にあるという三本の聖なる苗木を探しに行くとしよう。そこから邪神討伐の手がかりを見つけるのだ。にあると思う。